こんにちは、すみやです。今日は、ドワーフ3のスケジューリング機能についてです。昨日夜ですね、というか深夜寝る前に予約をしておきました。はい。何を予約したかというと、罵倒星雲ですね。はい。で、罵倒星雲のスケジュールの予約でどういうふうにしたかというと、 これですねはい、22時44分から午前1時14分までまあ今日のね午前1時過ぎまで撮影しましたで撮影コードが40度と51度となっていますのでちょうどいい一番ね東から南の空に馬倒星雲が一番上ってくる頃に撮りましたで我が家はね 南西から西の方はちょっとね、千葉市内の中心部の街明かりがあるので、東から南までの範囲で撮った方がいいかなと思ってこういうふうにしました。まあもちろんね、かなり高い位置なので、そんなに街明かりの影響はないんですけれども、一応そういうふうにしました。はい。ここにはね、日の入り時刻と日の出の時刻も書いてくれてますね。16時24分が、 日の入りです。そして午前6時24分が日の出です。罵倒成分が昇ってくる時間がだいたいね、赤い線で示されています。で、これをね、ずらして何時から何時まで撮影するか、高度どれぐらいで撮るかというのが調整できますね。はい。で、シャッターは15秒、ゲインが60。 そしてフィルターは、デュアルバンドパスフィルターで撮影しています。まあ、こういう風にしてね、撮影をしました。で、それ以外にもね、いろんな予定を入れてるんですけれども、スバルをね、今晩はなんか雨が降りそうなので、明日の夜撮影の準備をしています。同期してくださいってあるので、あ、同期できないね。 はい。予約撮影、同期待機中。あ、そうか。27日の6時24分に計画を同期してくださいということなので、そうか。12時間前じゃないと同期ができないんですね。多分ね。はい。18時24分だから、 12時間前に同期しないと使えないと。だから、スケジュール機能は12時間前からしか予約ができないというか、同期ができない。スケジュールを作ることはできるけれども、最終的に同期をして撮影を始める風にするには、そういう風なことが必要だということですね。なるほど。同期待機中っていうのはそういう意味なんですね。 はい。で、じゃあ、スケジュールをね、別のにしましょう。アンドロメダ銀河にしましょうか。はい。プランの日付は、一応今日にしとくか。26日。はい。保存。おすすめのターゲットを追加。アンドロメダ銀河。そうするとですね、アンドロメダ銀河の撮影時間が、 表示されます。16時30分に日の入りがあって、16時30分に高度71度から登ってきて、23時10分ぐらいに高度31度まで下がってきますよと。まあだいたいね、高度30度以上がおすすめですよというふうに表示してくれます。で、撮影時間をね、こうやって変えられます。 で16時30分だとちょっとまだ明るいので、17時10分ぐらいから撮影して、20時まで撮影します。というふうにしとくといいですね。で、シャッター、ゲイン、フィルター。フィルターは天文用フィルターにしときましょう。はい。これで保存ということですね。それで日没の時間とか、撮影の時間が全部ね、出てきますね。 はい。で、同期を押すと、今から12時間以上後に開始するスケジュールは同期できません。5時10分 AM 以降に同期してくださいと。出ましたね。12時間前じゃないと同期はできないようです。はい、こんな感じです。はい。アンドロメダ、スバル、バトーセウン。 で昨日撮ったですね、ものをちょっと見てみましょうか。アルバムを押せばいいんだね。はい。これが昨日撮影したですね、馬倒星雲です。昨日っていうか今朝、今日って書いてますね。今日の1時14分まで撮影していたものですね。はい。ノイズリダクションも、AI ノイズリダクションもちゃんとね、終了してから撮影終了後にやってくれているようです。はい。 こういう風にしてね、馬頭星雲、ちゃんと撮れてますね。はい。あ、これは24日のオリオン大星雲。これはアンドロメダ銀河。これはね、予定で撮ったんじゃなくてね。皆さんもドワーフ3のスケジュール機能をうまく使ってね、撮影してみてはいかがでしょうか。寝る前にですね、動機を押すだけでもう撮影がね、 朝には終わってますえ、そして撮影が終わると多分 AI ノイズリダクションが行われて綺麗にしてくれるんだと思われますで、AI ノイズリダクションは撮影が終了してから3分間画像処理の時間がかかるようです3分間待ってくださいねという表示が出てきますはい、ちょっとね日本語対応する前にこれを撮ったので英語表記なんですけれども多分ね日本語でも表記してくれるんじゃないかなと 期待しているところです本日の動画は以上ですご視聴ありがとうございましたさようならチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますえいえいえいと